まずはじめに野菜を切っていきましょう。玉ねぎです。芯の部分を落として薄切りにします。続いて椎茸です。石突きを落として薄切りにします。椎茸は小さかったら4枚ほど用意してください。軸の部分は手で裂いておきます。続いてミニトマトです。ミニトマトはヘタのついているところを横にして半分に切っておきます。続いてベーコンです。ベーコンは千切りにしておきます。鍋にサラダ油を入れて玉ねぎ、ベーコン、椎茸を入れて軽く炒めておきます。軽く炒めたらここにお水を加えていきます。そして昆布茶、ここが今日のポイントです。この昆布茶を使うことで味が簡単につくようになります。そして香り付けに薄口醤油を少し加えておきましょう。これで一煮立ちさせます。一煮立ちしたらここにそうめんを茹でずに加えます。そして乾燥わかめ、ミニトマトも加えて1分から2分茹でていきましょう。それでは時間になったら軽く胡椒で味を締めて盛り付けていきましょう。器に盛り付けたらここで釜揚げしらす、粉チーズ、万能ネギをのせてお召し上がりください。昆布茶の味が旨味を引き出す乳麺です。トマトの酸味としらすの塩気が味のアクセントになっています。